何入れたんですか、マフラー。な、何メーカーは。ワンオフでもらったやつ。あ、いや、いいっすね。今日は お休み取れたんですね。そうですね。よかった。ラブ灯が光ってますよ。ちょっと目印に連れてきた。ラブ灯が光ってます。もうすぐ気づいた俺。もうどれぐらい乗ってるんですか、ティアナ。これ1年くらい。あ、そうなんですか。もうめちゃくちゃ綺麗ですよね。ただ1ヶ月前に居眠り運転して事故って。え、治ったんですか。8月10日に治って。おお、綺麗ですね。治ってカスタムして戻って。これ車高調。車高調。何入れてるんですか。田辺ですね。ま、乗り心地まんまいいですか。やっぱすごいいいです、ね、いいっすよね。そんなあれガチガチしないですもんね。そうですね。ダウンサスユニカはいいです、ね。あ、ダウンサス結構跳ねちゃうんですよね。自分もちょっと最初ダウンサス入れたんですけど、インチアップしたら跳ねちゃって、でもう車高調に変えちゃいましたね。ティアナは初ですね。そうですね。なかなかいませんよ、なかなかいないですね。これもご自分で。いや、これはショップで、全部ショップですね。すごいですね。結構高いんじゃないですか、これ。このウーハーだけで25万しびれますね。なんてキッカーですか。ですね。綺麗にやっぱ収まりますね、やっぱね、ショップでやってもらうと。そうですね。綺麗ですよね。ここは物はあんま置かない感じで、普段は。少しだったら置けるような。少しだったら。ちょっとね、気になっちゃうんですよね。あんまりガチャガチャしてね、傷ついて。すげえ。これマフラーは書いてないんですか。マフラーは純正です。おお。このホイールは。ホイールはボッセンの CVT という。なんかすげえでかく見えますよね、これ。20インチです。確か 9.5G。結構軽いですか。軽いコースかね。20インチの人はね、だいぶ細身の。このあれですか、ストロボっていうか、あれも。これもショップで。ショップで。はい、夜いいっすね。夜は結構寝るやつ。いいっすよね。かといってそんなに派手派手しくもなく光ってるから。まあ、外装はシンプル。そうですよね。中は派手。中派手なんですか。マジですか。ちょっといいですか。ちょっとなんかせっかくなんで。おお、綺麗ですね。まだなんかやるんですか。いやー、もう結構金かかっちゃった。もうしばらく現状維持する。金かかりますもんね。修理代も含めて200万かけちゃった。車買えちゃうんすね。200万あったら考えちゃうんですね。何買おうかなって、ね。この車は200万で買ったんで、もう1台買えちゃう。ね、合計400万。はい。やばいっすね。ティアナっておしゃれっすね。いや、まあおっさんかですけど。あ、いや、年式は何年式なの。これ2014年です。あ、まだ最近ですね、全然。一応現行です。排気量は。排気量は 2.5 です。 2.5? あ、十分ですよね、このボディだったらね。雪国なんで。これは、ね、FF ですか。 FF です。じゃあ そこまでこう雪が積もってとかいらない感じ。乗れちゃうもんですか。まあ、乗れちゃいますね。まあ、雪国の人慣れてますからね。もうあれだよ、こっちの方なんか雪降らないんで、もうアウトっすね。もう乗り方が多分分かんない人多いですね。ブレーキ踏んじゃったりとかね、思いっきり。何年か前の大雪の時はもう突っ込んでましたよ、いろんなとこで。あったんですよ、すげえ。4、5年前ですかね、すげえ降った時は。
お疲れ様です。先日もお疲れ暑い中お疲れ様でした本当。今日ムービーが届いたんで、あのアップしましたんで、プロクオリティのすげえっすよ、映ってましたよ、はい、やばいっすマジで。すごいっすよね。いえいえ、今日も結構あれ外車もあの AMG とかに来たことないんで、 AMG とか あとあの伊藤さんっつってあの名古屋のメンツの、その方ももう買ってます、ね、名古屋っすよ、名古屋からこのために来るんですよ。名古屋の片道長岡だって超遠いのに長岡っすよ。嬉しいっすよね本当ね。そう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 、やばいっす。あ、そうっす。ああ、そうなんですよ。名古屋はさすがに。そうなんですよ。